ゆるりらん、ゆるりらんって言ってもみんなこの歌何かわかんないでしょうね。世代的にね。はい、ということで猫が数三の指数関数対数関数の時にやっていきましょう。冒頭なんであんな感じで始まったか後ほど言います。で、今回はですね、この3問やっていきますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安な問題があれば、今からね、全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、ちょっとめちゃくちゃ気合い入れて1番からね、やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。で、なぜかっていうとですね、今この動画撮ったんです、実は。一回撮って、板書書き直して、もう一回再撮というか、二回目撮ってるわけなんですけど、3番がね、板書量がめちゃくちゃ多くなってしまって、もうごちゃごちゃになっちゃったの。で、もう無理やり強引に終わらせたのね。どうしようかなと。そのままアップするか。もうギリギリ OK かなと思ったんだけど、ちょっと自分の中で許せなくてね、もう一回撮ってるっていう。20分くらい撮ってたからさ、もう桜が舞い散るわけですよ。はい。今のは決明詞の桜っていう曲だったんですけどね。じゃあ行きましょう。で、じゃあ、本題に戻るね。で、今回、指数関数、対数関数の積分なんですが、皆さん初見ではないです。今回、タイトルはつけているんだけど、で、今、右上にびっくりマークが出ていると思います。で、そこからリンク貼ってある。で、それが、部分積分、丸2っていう動画のリンクを貼っているんですが、そこで、ログとか出てるんですから、対数関数は。で、なんでリンクを出したかっていうと、もちろん、ここに自信がある方はそんなことしなくてもいいんですけど、ちょっと自信がない方とかは、この問題、まあ、この動画と、それは右上にリンク貼ってる動画をセットでやってください。セットで。なぜかっていうと、そっち、リンクの方はタイトル通り部分積分を使って解いていきます。このログとかを。だけど、ここは痴漢なんです。もうアプローチが違うの、全くもって。でも両方出てくる。だから、こういう時は部分積分でいけるんだ。こういう時は痴漢なんだっていうのをしっかり分けち、覚えてほしい。だから、まあ時間かかってしまうんですけど、よかったらね、両方見てみてください。で、今から痴漢積分を使ってやっていくんですが、ちょっとテーマとして一個覚えてほしいことがあって、ログがある。ログ X かね。あるでしょ。そうしたら、この辺入ってるかな。ちょっと書いておきます。基本的にログ X を T と置く。まあ、こうやって痴漢してやっていくんだと思ってください。こうやってね。で、その理由もぜひ覚えておいてほしい。なぜかっていうと、これ、まあ、微分するじゃん。痴漢した時にね。微分すると、ログ X は X 分の1。だから、それが、に dx, dt がくっついて、右辺が1になる。つまり、まとめると、dx イコール、x, dt となるわけよ。こうやって置いていくとね。で、3番みたいに e の x 乗があるときは、基本的に e の x 乗を t と置きます。こうやって置いていく。その理由は、これを微分すると、これは変わらないけどね。dx, dt イコール1。まとめると dx イコール e の x e の x 乗分の 1dt とこうなるわけよ。で、これを使っていって解くんだ。これを使うことによって楽になるんだっていうのを先読みしてほしいの、ここ。先読みでね。多分ね、全部下のあの線とか入ってないと思うんだけど、一応囲っとくわ。こんな感じで。で、どういうことかっていうと、まず1番やっていきましょう。で、1番はね、その今言ったようにログ X があると。だから置いていきます。さっきね、めっちゃ赤使ったからインクがやばいね。T と置くと。で、この後は微分していくんですが、もうここで表示しているので、ちょっと省略します。まとめると dx イコール xdt とこうなる。だから、与えられた様式、こいつね。この式がどう変わるかっていうと、インテグラル。x はあえて放置します。置いておく。で、ログ x は t って置いたから、ログ x の2乗は t の2乗だね。こうなる。分の1。で、dx のところに xdt を入れるから、xdt がこうなるんです。何が起こるか。分母にいた x は約分で消すことができるんです。こうやって。つまり、こうやってごちゃごちゃされた式を与えられたんだけど、見てみたら t2 乗分の1っていうめちゃくちゃシンプルな積分に変わってくれるの。だから、先読みして、ログ x が、ごめん、ログ x を t と置くことによって、dx イコール xdt、分母の x は1個分、約分で消せんじゃんっていうのを先読みで覚えておいてほしい。そのために置くからね。いいかな。で、まあ、t2 乗分の1。これを積分していくと、まあ、マイナス2乗なんで、マイナス1乗になって前に出てくる。つまり、マイナスが1個出てきて、t
t 分の1でプラス c がこうなります。で t をねちゃんと戻してあげてマイナスログ x 分の1プラス c となって、これで終了ですね。ですごいシンプルだよね。いいかな。で2番ログ x が2箇所もあります。よっしゃログ x 来たと、置いたろログ x を t と。とで、実は、ログ x イコール t と置いても、ちょっと自分がやってないんでわかんないけど、多分解けるとは思います。思うんですけど、ここはログ x を t ではなくて、ログ x プラス1を t と置いていきます。こうです。つまり、ここです。ここを t と置く。理由は後ほど話します。で、これも、分母に x がいるけど、お前は置けば消えるんでしょ？とさっきと同じね。消えてしまうから、OKOK と考えてやっていく。さっき読みでね。で、これもですね、こう置いたとしても、全く同じです。なぜかっていうと、これ微分します。微分すると、log x はさっき同じね、こういう風になっていくし、1は消えるからね。消えるから、これ結局まとめると、dx イコール、xdt というね、変わらないという、これと。こう置いたとしても。だから、ここの x が普通に消せる。いい？で、置き換えて与えられた様式。これね、どう変わるかっていうと、インテグラル。x はもう消えるから書かないです。もう消えるって分かってるからね。で、分母をまとめて t にしたから、t の2乗分のログ x どうするかっていうと、今こう置いたじゃないですか。このプラス1を右辺に持っていけば、ログ x イコール t マイナス1ね。って変わるから、ここ t-1 です。さっきよりは確実にシンプルですね。これよりはシンプルに変わっていったと。じゃあこれどうするかっていうと、この形になったら分数左側、右側に分ければいいです。だから、インテグラル t2 乗分の t は t 分の1、マイナス t2 乗分の1。こうやって書き換えてあげる。分数をね。で、これはそれぞれ積分できます。t 分の1っていうのは積分すると、ログ、絶対 1t ですね。これやりましたね。ログ絶対 1t になると。で、こっち側さっきと同じです。マイナスが出てくるから、プラスに変わる。で、t 分の1か。こうなる。こうですね。で、最後に t をちゃんと戻してあげる。で、絶対値の中にログ x プラス1が入るんですが、これは絶対値外れないか。ログ絶対値ログ x プラス1閉じてプラス下にも戻します。ログ x プラス1分の1プラス c と、これで終了となります。さてちょっと余談になりますが、ログ x を t って置いたんじゃダメなのという話。こう置くと何がちょっとめんどくさいのかっていうとね、積分しても、微分しても dx は、xdt なので x は消せます。分母の x は。ただし、どうなるかっていうと、これね、置き換えがどうなるかっていうと、ログ x を t と置いたので、分母は t プラス1の2乗なんですよね。で、分子は確かそのまま t って置けるんですけど、この形とこの形、どっちが楽か絶対こっちの方が楽でしょ。分母がとにかくシンプルになってる方が楽です。ね。項が少ない方が楽だからさ。だから、こっちよりはこっちで行った方が楽だな。この先読みです。なので、ここをまとめて t って置いた方がやりやすい。ので、今回はこうやってやりました。いいかな？さあ、さっきね、桜を歌わせてしまった3番でございます。ここね。入れるぞ、番書でしっかりまとめるぞ。頑張ります。で、e の x 乗があります。だから、その普通はね、e の x 乗イコール t って置いたり、あとは、今回もしルートがなかったりすれば、ちょっと形は変わんなきゃいけないんだけど、ルートがない、e の x 乗プラス1分のみたいな。こういう感じね。e の x 乗プラス1分のほにゃららみたいな。なってるときは、ここを丸々、さっきと同じです。プラス1を入れた状態で t って置いた方がおそらくシンプルにいきます。ですが、前にもやったように、ルートがある場合はルートをまとめて、ルートごとね、t って置いた方が楽です。なので今回も、ルート e の x 乗プラス1、こいつを t と置いてやっていきます。ただこのままだとね、微分がちょっと厳しいので、一回2乗でルート外しましょう。2乗します。で、こっちが2乗して t の2乗。ここで微分をする。微分をすると、e の x 乗は変わりません。ただしそこに dx dt がくっつきます。
で、プラス1は消えます。微分するとね。で、こっちが 2t になる。つまり、dx イコール、e の x 乗分の 2t dt か。こうなります。まあ、ちょっとややこしそうな感じはしますけどね。では、与えられた様式書いていきましょう。これちょっとここでズルしていいですか？様式を書き換えると、下が丸々 t ですね。t 分の、で、ちょっとここはそのまま行きましょう。e の 3x 乗にしておきます。右側入るか。ギリギリか。で、dx をこれに置き換えると、e の x 乗分の 2t dt とこうなります。今置き換えただけです。両方ともね。t は約分しましょう。こうです。消えますね。で、e の x 乗と e の 3x 乗なんですけど、これ約分すると、まあ、約分って言うとおかしいか。計算すると、これ 2x 乗ですね。こうなります。いいかな？まあ、引き算できるからね。普通にね。ってことで、まとめるとですね、今、まあ、2は出すか。2は前に出しておいて、ここに e の 2x 乗 dt となったわけです。置き換えた後に。でも、t で今、dt、t で積分するっつってんのに、中が x になってんだよね。これは困ると。だから書き換えていきます。どう変えるか。e の 2x 乗っていうのは、これ書き換えれば e の x 乗の2乗なわけです。指数はこれできるからね。で、e の x 乗っていうのもここ使いましょう。プラス1を右辺に持っていけば e の x 乗は t2 乗マイナス1です。つまり、こいつは t の2乗マイナス1の2乗なわけです。これは公式で展開しましょう。t の4乗マイナス 2t の2乗プラス1と、こうなる。ってことで、e の 2x 乗は t を使うとこうなると分かりました。この後ね、このままだと積分ができません。なので、t の4乗マイナス 2t の2乗プラス 1dt とこうなる。さあ、これは積分できますね。一個スコア楽なので行きましょう。で、まずこっちから行くか。これが普通に今5分の1が出てくる。まあ2を配るとして、ちょっと先読みというかやっちゃいます。2を配って、こいつが5分の 2t の5乗か。いや、これは、2を配らない方が楽だった気がするけど、ちょっと配っちゃったからね、このまま行きましょう。で、次が、ここ3分の2になる。3分の2になって2がいるから、マイナス3分の 4t の3乗。こいつもともと t になるね。t になるから2を配って、プラス 2t。で、プラス c か。これだよね。こっからまとめるのが入らなかったんだ、さっき。で、こいつまとめ方なんですが、分母が5と3がいるからね、15分のは出さなきゃいけないと。で、2だな。15分の2を出すか。で、あと t も出せるね。15分の 2t をくくり出します。で、まず、こいつから15分の5、15分の 2t を出していくと、残るのが、3か。3t、4乗。15分の 2t、もう一回分配で配って5分の2に戻せばいいもんね。こうなる。で、次が、15分の2を配って戻しちゃいいから、10か。10t2 乗。ここ 2t は、15だね。プラス15。こ。今1個ですね。15分の 2t をくくり出してやっていきました。で、t を最後に全部戻します。ここの t に関してはね、普通にルートを戻せばいいから楽なんですが、ここは計算する必要があると。で、t の2乗は、ここ使えばさ、t の2乗すぐ分かるんでいいんですけど、まあ、これ計算するか一回。ちょっと消しちゃうけどね。で、3括弧。t の4乗は、t の2乗の2乗ですよね。t の2乗の2乗。t の2乗ってこれだから、e の x 乗プラス1の2乗。まあ、これ公式でやれば、e の 2x 乗プラス 2e の x 乗プラス1か。こうなる。で、次が、マイナス10、ここね。マイナス10。で、t の2乗をそのまま入れればいいから、e の x 乗プラス1、プラス15。はい。で、3、分配するとね、3の、3e の 2x 乗ここです。で、e の x 乗はここの6とマイナス10があるから、まとめるとマイナス4。e の x 乗。で、定数項は3とマイナス10と15だからプラス8か。はい、まとめるとこうなりました。さっきもきっとこうなったはず。ふぅ。ふぅなんだ、本当に。
じゃあ、最後ね、答え変えていきましょう。ちょっと余ったね、今回はね。15分の2。で、今のカッコの書きます。3e の、2x 乗マイナス4の e の x 乗プラス8。で、t ね。これは残ってる。で、ルートつけなきゃいけないから、ルート e の x 乗プラス1と。ね。はい。積分 ds プラス c と。これで、入ったー。終了でございます。お疲れみんな。これ消しとくね。ちょっとややこしくなる。よいしょ。合ってっか？合ってんのか？大丈夫だと思います。まあね、こんな感じになりました。まあ今回伝えたかったのは、まあ最初にも話しましたけど、こうやって対数関数とか指数関数出てきたときに、まあ右上にね、表示されてる、そっちの部分積分使う問題もあるんですけど、こうやって、置換で解くことも多いと。で、ログが出てきたら基本的にログを置きます。ね。ただ、先読みして、こういう置き方をするパターンもあるので、気をつけてください。で、e の x 乗もこう同じですね。今回はルートが入ってるんで、ルートを丸ごとで置いてやっていったんですが、まあ、こういう形で解くことができますので、ぜひ、部分積分と、置換積分セットで、ね、覚えておいてください。では、本当お疲れ。今回は、指数関数、対数関数の積分やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。